にちは、スタイルハウス編集部です。今回は世界の名品バッグ図鑑の第17弾をお届けしたいと思います。今回はジルサンダーといえばの缶ノーロを集めてみましたので、レビューしていきたいと思います。サイズ感の違いだったりとか、どのぐらい入るかなど、ぜひ最後までご覧ください、はい。今回ご紹介する缶ノーロのサイズ展開なんですけれども、ヘラ、ミニ、ショルダー、スモールと、あとここにはないんですけれども、グランデという大きいサイズもあります。まずは作りの違いを見ていきたいと思います。こちら の3サイズなんですけれども、ストラップは特に変わりがなく、すごく穴が多いので、お好みの長さに調整していただくことができます。で、内側なんですけれども、こうやって スナップボタンで開ける仕組みになっておりまして、内側はこんな感じです。で、スモールの方はこちらに少し小さめのオープンポケットが1つあるんですけれども、ミニの方は特にポケットはないですね、はい。ではまずミニサイズから収納力を見ていきたいと思います、はいはい。結構小さめバッグなんですけれども、今こんな感じですでに荷物を入れたんですが、うん、ハンカチ、フラグメントケース、携帯、イヤホン、リップ、こんな感じですね、はい。ちょっとミニ財布は結構入れるのが難しくて、薄めのフラグメントケースだったりを入れていただくのがいいかなと思います。あとはやっぱりちょっと丸みのある形なので、入れる際に入れ方に注意していただくと綺麗に収まることができるかなと思いました。あとはペットボトルなんですけれども、横にしていただくと一応 350ml ペットボトル入るんですけれども、他のアイテムがほぼ入れられなくなってしまうので、あまりおすすめはできないかもしれないです。続いてショルダーの方なんですけれども、ストラップは先ほどのミニとスモールと変わらない作りになっています。で、違いとしてはスモールと同じくこちらにオープンポケットが1つあるのと、横から見ると分かるんですけれども、結構街が広めに取られています。なのでちょっとコロンとした感じのシルエットになっているのが特徴です。この形かわいいですよね。かわいいですよね、コロンとしていて、はい。続いてはショルダーの収納力見ていきたいと思います。こちらも結構アイテムパンパンに入れているんですけれども、こんな感じで、先ほどのミニとの違いとしてミニ財布を入れることができました。結構横にマチがたっぷりあるので、横にこう積み重ねていく感じで携帯とかキーケースとか入れていただくと入れやすいかなと思います。で、あとこちらも同じくペットボトルが入って、先ほどよりはもう少しスペースもあるかなとは思いつつ、まあ、やっぱりちょっとペットボトルが容量の大半を占めてしまうので、今回は入れなかったです。続いてスモールの収納力を見ていきたいと思います、はい。もうすでに荷物をこんな感じで入れているんですけれども、ちょっと出していきます。結構アイテム、はい、先ほどの2つよりも多めに入れることができたかなと思います、はい。大きめのポーチを入れてしまうと結構容量食ってしまうので、そのまま入れられるタイプのバームタイプのフッシュクリームであったりとか、はい、化粧品類とかも入れることができそうです、はい。で、ペットボトルなんですけれども、先ほど試してみたら 350ml であれば結構余裕があるので、はい、ミニ財布をフラグメントケースに変えていただければ同じぐらいの容量で入れることできそうかなと思いました。で、500ml のペットボトルなんですけど、一応入れることはできたんですが、こちらも結構容量を食ってしまうので、まあ、入れるとしたら 350ml の方がいいかなと思います。今ミニサイズを実際に持ってみたんですけれども、本当にこれだけでコーデが華やかになるというか、おしゃれな感じに見えてすごくいいなと思いました。長さ調整を長めにして持ってるんですけれども、この状態で言うとすごい肩掛けもしやすいかなと思います。斜め掛けにしてもこんな感じでちょうどよく持っていただけます。もう少し短く調整すると、本当ボディバッグみたいな感じで
持っていただくこともできるかなと思います。あとはこんな感じですごくショルダーの部分短くしてみたんですけど、こうするとハンドバッグみたいな感じで持てて、すごくこれはこれで可愛いなと思います。短くするとこのベルトの部分が垂れる感じになるので、これもコーデのアクセントになりそうだなと思います。こちらがショルダーのタイプなんですけれども、すごくコロンとしていて、個人的にこのフォルムがすごくたまらなく好きで、カンノールを選ぶならこれかなと思ってます。今こちらも真ん中ぐらいの長さで持っているんですが、斜め掛けにするとこんな感じです。ショルダーのタイプで短くしてみるとこんな感じです。本当にミニバッグっていう感じで持っていただけますし、これだけ長さ調整ができると本当に長さによって全くまた印象も変わるので、いろいろな楽しみ方ができてすごい素敵なバッグだなと思います。はい、今実際に持ってみました。大きさがこちらスモールなんですけれども、こちらショルダーにしてもこんな感じで持ちますし、もう少し長くすれば斜め抜けもすることができます。ちょっと短めでも持ってみても可愛いですし、こんな感じで物が取り出しやすくなるんじゃないかなと思います。今短くしてハンドバッグ風に持ってみました。すごくストラップが長いので、こう手持ちにするとちょっとストラップがそこについてしまう感じになるので、持つとしたら肘掛けだったりちょっと肩掛けにするのがいいのかなと思います。ということで今回はジルサンダーのカンノールをレビューしました、はい、ミニだったりショルダーは荷物が少ない方、スモールはちょっと荷物が多い方におすすめなんじゃないかなと思います、ね、スモールといっても結構容量ありましたよね。そうですね、びっくりしました、はい、今回ご紹介したアイテムは概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。